シスタントの発音です。先に言っておきますが弟子ではありません。ダンスをやらせていただいてます。よろしくお願いします。はい、塾生のですね松田と言います。塾生になりまして21年でございまして、先生にですね、骨を折られたのが2回ほどあるとそういう経歴もございます。どうぞよろしくお願いします。はい、それではですね長田先生に、はい、登場していただきたいと思いますので、じゃあ先生よろしくお願いします。はい、では長田先生ですね、 YouTube の方始まりました。はい、まず長田先生のですね自己紹介の方いただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、大道塾の長田健一と言います。武道歴でいうとね、今日もう還暦に近いんですけども、ずっとね小学生からずっとこう空手武道、いろんな武道をね経験してきて、その中でやっぱり武道を通して役立てられるようにね、またこう人間がこう成長していけるような、すごくね武道を通してできるんじゃないかなという部分で、それと私自身が取り組んできたものを何か役立てればと思いますので、いろんなことをこう、お伝えしていきたいと思っています。7回の優勝ですね。日本が重量級と無差別が合わせて7回。7回、どっちがどっちか覚えてない。覚えてない。わあ、覚えてない。もう覚えてないですよ。それぐらい優勝してるっていう。いやいやその中で救急車が来たのは何回。救急車が来てない。来てない。来てない。あ、1回かな。1回ですね。やっぱ来てますね。1回ね、やっぱ大会の時来てらっしゃるんですね。先生の、はい、まあ、先生塾生がいろいろと聞きたいところも、うん、あるかと思うんですが、やはり長田先生といえばヒットマン代名詞がありますけども、まあ、KO 率ね 80% 以上ということで、ただ練習してるだけではなかなかそれだけのその KO 率って上がらないと思うんですけど、うん、まあ、先生がその、まあ、当時、まあ、KO をするためにどのようなモチベーションと、まあ、またはそういったどういったトレーニングをしてたかっていうところをちょっと今回は皆さんにご紹介できればなと思いました。手が短いんですよ。普段ボクサーなんかで、ね、トーマス・ハンズなんか自分の身長よりもこの腕がね、もう20センチ近く長かったりするんですけど、私は逆に自分の身長よりもこの腕が短いんですよ。そういった意味で練習もね、体を大きく使ってね、技を出さないと目いっぱい体を使おうっていう感覚が当時から自分なりにはあったんですよね。その練習方法として一つは、体をうまく全体をこう使うっていう意味で、体をね、ジャンプから、じゃあ軸をしっかり使って柔らかくね、ジャンプをしながら体の回転運動もしっかりしていくっていうような練習をよくやってました。足を変えたりしながら、ね、足音がしないくらいで、軸ができてればね、どっかに歪みがあったりずれたりすると柔らかくはできないから、どっかに力が入ってしまって、で全身が脱力できる状態で軸がしっかりして柔らかくね、上下できる練習っていうのをだいぶやりましたね。出力っていうのは回転と、あとこのつながりなんですよ。でこれだとね、こんな感じになっちゃう。でこの時に私が今やったようにふわって感じで、そうです、ちょっとこういう感じのつながりができるんですよね。この縦のつながりと、ここがね、つながったときに、初めて出力っていうのが出るんですよ。で、もう一つね、このつながりができて、なおかつ、この落ちる感覚。ね、最後に、ひねりつつ、入る感覚があると、パンチ力っていうのは、すごくね、出力が出るんですよ。例えば、押すためには、手をもっとこうやってこうやるとかね。あと体重を乗せていくとかしかないんですけど、これで軸が乱れるので、この時に一ひねりをポンってやってやると、最後の出力が出るんですよ。このつながりが最後にこの上下に落ちる感じと、このひねりが入るだけで、ポンって感じ。だから、回転の運動だけではね、出力っていうのはばらけてしまうところがあって、それプラス軸がしっかりできていて、この力がしっかりここで打ち負けない状態。最後に一ひねりが
あるっていうことで、パンチ力って出るんですよ。これはね、体全体がね、骨盤も緩んでて、ドンっていう状態。それに、ひねりを乗せるような、うん、集約させる感じで、ドンってやると、そうです、そうです、うん。手だけだとね、やっぱり、これでいいパンチがいいわけがなく、しっかり体の回転させてリーチを確保するっていうこと、と、ね、これだけだとね、ただ抜けるだけなんです。で、そこに質量が加わるためには、このつながりと、最後に体重の移動っていうのかな。つながりで、ここに出力を出すための締めっていう動作が必要で、でそうなると、うちで、っていう感じ。ここで、この感覚かな。この軸がしっかりこう立っていて、ここで出力が出るっていう、その出力を出すっていう、これ感覚でしかないんですけどね。回転だけでもないし、つながりだけでもないし、これを活かすための、ね、っていう動作が必要でってことですよね。これは単なる、だからベンチプレスで、やるような筋肉的な部分以外のつながりっていう感覚が当時自分なりにあってですね。自分のここにかかる感覚っていうんですかね。だから現役時代だからもう別に相手が倒れてるって確認せんでも、ここにこれそれがね、走った時はもう別に見んでも相手はもう倒れてるな、みたいな。で、救急車。いや、救急車だから。救急車だから。まあ、でもその手応えっていうか、あれなんですかね、こう、そう、バシンっていう。うんうん、それともう一つはよくね、私は住み込みで、やってたので、道場で皆さんが寝静まって、まあ強くなりたくてしょうがなかったんで、で、寝静まったなっていう時に、下の道場までこう、こそーっと降りていって、で、これもね、一つの脱力っていう部分だと思うんですけど、これゆっくりこう、前後に触れるっていうのは、どっかに力みがあったり、筋肉に力が入っちゃうと、うまく揺れられないんですね。で、揺れて、この体重の移動する感覚に、この回転の力を目いっぱい、ピンポイントでね、合わされるポイントがあって、これをまた得るためには、パンチの出どこだったりね、ここでもなく、ここでもなくっていう、一箇所あって、それがうまく合わさったときに、これも、戻せる状態ではまだ余裕がある。もうピンポイントで技が行き切った、とこういうふうな感じにね、なるくらいまでのピンポイント。自分の回転と、体重移動がしっかりこう合わさったポイントをね、自分なりに見つけていくと、そこをベースにこう、組み立てっていうのができてきて、これ何度も何度も、どっか力んでたらできないよと、緩めながら。こういう打ち方では、絶対にもらってしまう。絶対、モーション大きいわけだから、回しが来た時に、こうやった時点でも、当たってしまって、自分が最大限の出力を出せるピンポイントっていう部分が自分で持ってると、どんな子に来てても、ここで入れるんですよ。こういう感覚で、間合いであったり、制空権だったり、一番の出力を出せる感覚っていうのがどん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 磨かれていって、それを、こんなことをこう繰り返してきたっていう。感じはありますね。私の喧嘩買ってもらえませんかみたいな形で、こうなんか、やったっていう逸話があるんです。それは本当なんです。大沢が、こう、なんか、そういう人たちに謝ってたみたいな。俺に謝ってたじゃなくて。謝ってたけど、お願いしてたってことですね。喧嘩をしてくれませんか。喧嘩してくださいって、お願いしてたってことですね。